プログラム長くなったな。結構凝った。でもやることはそれぞれの場面で同じなんだよね。ん？あ、繰り返しじゃダメなパターンか。そうそう、コメンティー変えてから同じことしないといけなくて。となると関数しかないかな。で、で、関数って名前からしても面倒だし、長いままでいいよ。いやいや、他にもメリットはあるから。関数の良いところを3行で述べよう。いや、まずはどういうものなのかを述べよう。プログラムがまとまる、別のプログラムでも使える、関数を修正すれば呼び出し側全部に反映される。プログラムがまとまる、短くなるってこと？ここでの関数はこうやってプログラムの一部を切り出したものなんだけど、呼び出すときは1項目でできるんだ。うん、再生するときは関数、切り出した部分を使ってだけ？そうだね、一度切り出しておけば以後他のところで使うときに関数呼び出しを追加するだけでいい。プログラムの見た目を短くできる。お、よし、わかった。じゃあ今回はおしまい。いやいや、せめて使いどころだけでも。同じことを繰り返すときに使うんでしょう？そうだね、ループで回すんじゃなくて、いろんな場面で同じことをするとき用かな。じゃあ具体的には？画像認識で成功したらポチポチ押す、 OCR で数字を見取って結果に応じて押すとか。ふむ、画像認識だけとかじゃなくて押すところまでなんだ。画像認識だけでもいいんだけど、例としては一通りの操作まで含めた方が分かりやすいかなと。じゃああとはポイント、プログラムの選択した項目を拡張メニュー、関数切り出しで関数にできるけど、区間、ループ、折りたたんで選択すれば中身もまとめて切り出せます。チェック項目を関数呼び出しにするをオンにすると、切り出した部分が関数呼び出し項目に置き換わります。で、関数を使いたいときは追加から関数呼び出しで選択できます。この画面から関数の内容は見れないの？あ、そうだ、選択画面じゃ見れないけど、関数呼び出し項目をタップしてメニュー、関数を編集で内容に飛べます。記録画面に戻らなくてもいいんだ。うん、呼び出してるプログラム側から移動して編集できるようになったよ。で、関数の中の画像認識を編集すれば呼び出した部分のも全部変わるから。よく押すボタンの見た目が変わっても、関数で画像認識してるやつなら一つ直せば呼び出し側全部に反映されるってことね。そこが関数の便利なところかな。最後に、関数内の完了、中断は再生が終わるんじゃなくて、関数呼び出しの完了したとき、中断したときに行くから、そこだけ気をつけてください。よし、じゃあ今回はこんなところで。あ、そういえば関数内の子音認識はマニアックが過ぎる。終わり終わり。